どもどもゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢だ。今日は何を紹介するの？今日はちょっとやる気ねえ。いきなり職務放棄？何があったの？コンビニでプリン買ってきたんだ。ほう、それで？スプーンが入ってないんだよ。うん、始めようか。いやだ、プリンが食べたいんだ。さあ始めようか。何なんこの時間。今日は リゼロだ。最高だな。リゼロの名セリフトップ5を紹介するぜ。ああよろしく頼もうではないか。まずはこちら。第5位はエミリアの名セリフだ。エミリアタン。君の名前を教えてほしい。エミリア。私の名前はエミリア。ただのエミリアよ。ありがとう、スバル。私を助けてくれて。うん、いいですな。ああ、エミリアは出会った時はスバルに、サテラと偽名を教えていたんだ。だがエルザとの死闘の末に、信頼関係が構築されたんだ。危ない。エミリアタン。スバルエミリアを守って。なかなかやるね。いや、その実況いるか？アニメの代わりに喋る役いるだろ。いや、そんな下手くそな実況ならいらねえ。は？は？まあいいや、次は第4位頼むわ。ああ、第4位は、レムの名セリフだ。レムリン。今日のレイム気持ち悪いな。レムは、とっても弱いです。ですからきっと、寄りかかってしまいますよ。いいんじゃん。俺も弱くて頭悪くて、目つき悪くて空気読めねえ。けど、そこら辺は周りにフォローを期待しながら、大気本願で生きてっからさ。お互いに寄りかかって進めばいいよ。笑いながら肩組んで、明日って未来の話をしよう。俺、鬼と笑いながら来年の話をすんの、夢だったんだよ。鬼がかってますね。だろ？名シーンだね。ああそうだろ。アジンの一種、鬼の双子として生まれたレムは、自分に自信を持てなかったんだ。秀才ラムの角を自分のせいで折らせてしまったことに、深く負い目を感じていたんだ。そんなことないと思うな。は？レムは素晴らしい女の子だよ。いや、それはスバルがちゃんと伝えとる。レイムに言われてもレムは嬉しくないよ。うるせえ。第3位行こか。ああ任せろ。第3位は、エミリアの名セリフだ。3位もエミリアタンなのね。ずっと隣にいたい。ずっと手をつないでいたい。君が自分の嫌いなところを10個言うなら、俺は君の好きなところを2000個言う。俺は君をそうやって俺の特別扱いしたいんだ。されて嬉しい特別扱いなんて生まれて初めて。スバル素直だな。ああこんな子供になりてえな。勝手になればいいんじゃない？うるせえ。てかこの名セリフ第3位はセリフってか名シーンだな。ああ、名セリフ多すぎて選びようねえわ。じゃあ次第2位頼むわ。ああ、任せろ。第2位は、レムの名セリフだ。レムとエミリアばっかりだな。主の好みが溢れ出て。うるせえ。空っぽで、何もなくて、そんな自分が許せないなら、今、ここから始めましょう。何を？レムの止まっていた時間をスバル君が動かしてくれたみたいに、スバル君が止まっていると思っていた時間を今動かすんです。ここから始めましょう。1から、いいえ、0から。一人で歩くのが大変ならレムが支えます。荷物を分け合ってお互いに支え合いながら歩こう。あの朝にそう言ってくれましたよね。か
こいいところを見せてください、スバルくん。いいね。レムがいなきゃスバルは立ち直れなかったね。そうだな。スバルは何度死のループを繰り返しても絶望のシナリオで終わっていたんだ。絶望の中スバルは全てを諦めてレムと他の国へ逃げようとプロポーズをする。エミリアは？この時のスバルは絶望しかないんだ。レムはスバルを愛していた。一緒に他の国へ行って幸せな生活もいいと語っていたんだ。でもレムがスバルに救われたように今度はレムがスバルを救ったんだ。レムリン、アニメでみんなも見てね。ああ、神回だな。じゃあ最後1位いくか。って、これ1位じゃなかったの？ああ、個人のランキングだからな。じゃ、紹介するぜ。俺の勝ちだ。俺より弱いお前に剣を持つ理由はもうない。私が持たないなら誰が？お前が剣を振る理由は俺が継ぐ。お前は俺が剣を振る理由になればいい。ねえ、花は好き？嫌いじゃなくなった。どうして剣を振るの？お前を守るために。私のこと愛してる？わかる。言葉にしてほしいことだってあるのよ。ああ、いつか気が向いた時にな。なんて感動シーンなんだ。泣けるぜ。ヴィルヘルムは妻テレシアから剣聖を受け継いだんだ。お前は俺が剣を振る理由になればいい。かっこよすぎだな。なかなかわかってるではないか。褒めて信じよう。テレシアは15年前の白鯨大征伐で命を落としてしまった。15年前ってもう年だし、なんで今更討伐に？はめられたんだ。ヴィルヘルムはテレシアを守れなかったことを悔やみ続けていた。白鯨ぶっ殺す。霊夢じゃ無理だ。家でカニカマでもしゃぶってろ。マリサぶっ殺す。そしてスバルやレムの活躍もあり白鯨の討伐に成功したんだ。レムリン、レイム気持ち悪い。アルヒューマ食らわすぞ。やめて。そしてヴィルヘルムのお前を愛しているに繋がるわけだが、このセリフ一人称に注目だ。私は、俺は、だね。ああ、若きテレシアに愛してるかと割れた時、気が向いた時、と素直に言葉にできなかったんだ。白鯨討伐後には若き日の俺という一人称を出し、テレシアに愛していると告げたんだ。ビルタン、幸せな余生を頼みます。じゃあこの辺で終わるとするか。プリン食べなきゃ。見てくれてほんまにありがとうな。ありがとう。